カロリーネル・イーゼフォン・ヘッセン・ホンブルクは、ドイツのヘッセン・ホンブルク家の皇女で、シュバルツ・ルード公、ルートビヒ・フリードリヒ2世の妻。ヘッセン・ホンブルクホウハク・フリードリヒ5世とその妻で、ヘッセン・ダルムシュタットハク・ルートビヒ9世の娘で、あるカロリーネの間の、第4子、長女として生まれた。1791年7月21日、ルートビヒ・フリードリヒ2世と結婚する。 カロリーネは教養豊かな女性で、突起先のルードルシュタット宮廷に洗練された文化を持ち込んだ。プロイセンのルイ・フェルディナント王子は、1806年10月10日のザールフェルトの戦いで戦死する前夜、信仰のあったカロリーネの宮廷を訪れて、晩餐会を楽しんでいる。1807年に夫と死別すると、カロリーネは、 幼い長男フリードリヒ・ギュンターの摂政として考慮を収めることになった。フリードリヒ・ギュンターは両国経営に関心を示さなかったため、カロリーネは1814年まで摂政を続けねばならなかった。息子が申請を開始してからも、1816年の憲法制定、1835年のドイツ関税、同盟への加盟など、 広告の重要な政治決定に強い発言力を発揮した。教育政策にも関心を持ち、ルードルシュタットのカイルハウ地区にフリードリヒフレーベルを校長とする学校を開かせ、1840年にはバート・ブランケンブルクに幼稚園を開かせた。ゲーテ、シラーやビルヘルム・フォン・フンボルトとも活発に文通していた。フンボルトは、 カロリーネのことを、類い稀な夫人と称賛している。夫との間に4男3女の7人の子女を設けた。三男と4男は双子である。ありがとうございます。